こんにちは、獣医師の藤村です。今回の動画はですね、ワンちゃん猫ちゃんの食欲増進剤には、どんなお薬があるのかと、いうことなんかについてですね、副作用なんかも含めてですね、解説したいと思います。で、ですね、そんな、食欲増進剤っていうのは結構ですね、動物病院なんかで、使われてるんですよね。で、結構動物病院でですね、食欲増進剤は使われてて、で、じゃあどんな時に、食欲増進剤を使うのかってことなんですけども、まず例えばいろんな例があるんですけど、なんかね、食欲増進剤なんか使わなくていいじゃんとかいう思ってる人いるかもしれないんですけど、そんなことなくて、例えば年取ったら、食欲がだいたい結構ね、痩せてくるんですよね。食欲なくなったりとかして痩せてくることがよくあるんですね。やっぱりその食べなかったら体力もなくなるって、免疫力も落ちてくるんで、病気になりやすくなって、で、病気になったらさらに食欲が落ちると、でさらに痩せる、そうなると衰弱して死んじゃうんで、そうならないために食欲増進剤を使ってですね、食欲を増させることによって、体力をつけるってことはね、大事なんですよね。あとは例えば他にも病気がないし元気もあるんだけど、でもなんか食べないってこういるんですよね。例えば夏バテとかでもそうですね。そういう時なんかもやっぱり食欲増進剤使いますね。食べないとやっぱり体弱っちゃうんで、食べさせるってこともありますし、あとはシンプルに病気のね、動物だったらやっぱ食欲がある方がないよりはね、やっぱり治りやすいんで、だからその食欲増進剤を使うことがあるぞってことですね。あとはそもそもワンちゃん猫ちゃんの病気だけじゃなくても、普通人間でもそうですけど、すぐ治るようなものもあれば、治るのに時間かかるものもあれば、治らないものもありますよね。例えば治るのに時間がかかるものだったとしたらですね、ちょっとでも時間を稼いだ方がいいですね。治るのに時間かかる、で食欲その間ずっとなかったら、やっぱり なかなか治らなくなったり悪化したりね、やっぱ命を落とすこともあるんで、食欲増進剤を使ったりね、することもあります。あと治らないものとして、やっぱ末期がんとかね、あとは腎不全なんかもありますけど、そういった場合なんかですね、抗がん剤の副作用とかで、食べないとかね、あと腎不全なんかでも猫ちゃんなんかだといろんなお薬飲んだりとかするんで、ちょっと結構それで弱っちゃったりとかし、なんか食べたくないみたいになったりすることもあるので、どんどんやっぱり痩せてくるんですね。そうするとやっぱり病気と戦えなくなってしまうんで、食欲増進剤を使うこともありますね。それからですね、食欲増進剤って、さっきも言った腎不全なんかでも使うんですけど、食欲増進剤っていうのはですね、じゃあなんかね、食べなかったらもう何でもすぐにね、食欲増進剤使えばいいじゃんってね、何でも食べてくれるんだしとかって思ってるかもしれないんですけど、でもやっぱり万能薬じゃないんですよね。なんていうかな、根底にあるその元々の病気がですね、治らない限りは、結局食欲増進剤をですね、飲んでる時はね、食べてくれるんですけど、効果が切れたらすぐにね、食欲不振の状態に戻ってしまうんで、なんていうかな、こうだから、その食欲増進剤を飲めば一生食べ、お薬が切れてもずっと食べてくれるかっていうと、そんなことはなくて、元の病気が治らなかったらやっぱりね、仕方ないっていうのもあるので、本当は一時的なものっていう感覚ですよね。だから例えるならば、その補助的なね、お薬であって、その食道チューブとかね、胃ろうみたいなのをつく設置したりとかして、こう食べ物をね、体の中に強制的に入れることができればね、こうずっと食べさせれるんですけど、食欲増進剤の場合はね、効果が一時的なので、薬が切れたら元に戻るぞってことです。食べない状態になるぞと、いうことですね。それからですね、次に、食欲増進剤と副作用の関係なんですけど、食欲増進剤ってね、後で解説しますけど、いっぱいあるんですよね。いっぱいあるけど、ほとんどの食欲増進剤っていうのは、そのお薬の本来の効果じゃないんですよね。副作用でこう食欲をね、増させてるんです。副作用なんですよね。で、じゃあ副作用ってなんだよってなるんですけど、副作用の対義語を考えると分かりやすいと思うんですよね。反対の言葉を考えると、
本来の意味が分かりやすいと思うんで、副作用の対義語っていうのは主作用なんですね。主作用、主作用っていうのはその例えばなんだろうね、あの熱が高いってなった時にじゃあ熱を下げる薬、これは主作用ですね。熱を下げたいからその薬の熱を下げるためのお薬として登場してるんだったらそれは主作用なんですね。本来の目的のことですね、そのお薬のね。で副作用っていうのはそうじゃなくてその反対なんで、その主作用を狙ってるたんだけど違う作用が出たと、その狙ってない望んでない作用ですね。熱を下げようと思って熱冷ましを飲んだら、なんか例えばおしっこの回数が増えたんだったら、そのおしっこの回数増えるっていうのは副作用なわけですね。でその食欲増進剤も別の薬、別の作用を狙って飲ませたら食欲が増したってだけなんですよ。後で解説しますけど、そんな感じで主作用じゃないので、大半の食欲増進剤はたまたまその狙ったのと違った効果が出たら食欲増しただけなんで不安定なんですよね。食欲増進剤自体が副作用を狙う、副作用で出るような食欲増進剤ってだからそんなに長持ちしなかったり、出たりで食欲が増したり増さなかったりってこともあったりしますね。で次にその副作用、そのまあ例もうちょっと詳しく言うと、その抗ヒスタミン剤っていうのがアレルギーを抑えるお薬があるんですけど、かゆみを抑えるっていうのが主作用なんですけど、副作用としてその脳の活動がね抑えられてしまって眠気が出るとか、これは副作用ですね。でその副作用なんかでもですね、有害なものと有害じゃないものとあって、で有害じゃないもの、害のないものの一つに食欲増進剤があるぞってことですね。であとちなみにそのお薬にはね、あの名前ありますよね。そのプレドニゾロンとかね、バファリンとかありますけど、一般名と商品名っていうのがあって、一般名っていうのがですね、その薬の成分の名前のことなんですね。だから例えばそのでまあ商品名ですね、商品名は製薬会社が付けた商品名のことですね。でだから商品名はいっぱいいろんな会社から出てるんで複数あるけど、一般名は1個しかないぞってことですね。一般名はですね、一つしかないぞってことですね。で例えばそのジアゼパムって一般名があったときに、お薬の名前があったときに、商品名としてホリゾンとかセルシンってありますよと。で、まあ、これからその増進剤のね種類いきますけど、まあ、さっき言った今言ったねジアゼパムっていうのがこのお薬の名前としてあるんですけど、商品名としてはホリゾンとかねセルシンとか他にもあると思いますけどあって、それがですね、ベンゾジアゼピン系のお薬っていうので、まあ、人間でいうと睡眠薬とか抗不安薬として出てるんですけど、これがですね脳にあるそのベンゾジアゼピン系っていう、ね、受容体に作用して、まあ、ギャバっていうね働きが高まる、ややこしいですけど脳、結局脳がリラックスしてね眠たくなったり不安が減ったりするためのが 主作用のお薬なんですけど、副作用としてですね食欲増進効果がありまして、で静脈注射するとですね、猫ちゃんに静脈注射するとバクバクって急に食欲ない子が食べ出したりするんですけど、でもわずか数秒で効果が消えてしまうんですね。だから基本飲み薬使うんですけど、結構飲み薬使うとですね鎮静効果って結構フラフラするんですよね、猫ちゃんも。だから衰弱してる子をフラフラさせちゃったりすると、それで死んじゃうこともあるんで、なかなかそのあんまり使い勝手はいい方じゃないですね、食欲増進剤としては。次にですね、ペリアクチンっていう商品名の、まあ、一般名がジプロヘプタジンっていうのがあるんですけど、ペリアクチンは結構ねそのシロップとかで結構あるんですけど、まあ、これ抗アレルギー薬なんですけど、これ動物病院業界ではですね食欲増進剤として使ってるんですけど、ただその、ワンちゃんはですね飲んでもすぐに効果が切れるんですね。なのでその食欲増進効果もすぐに切れて弱いので、まあ、猫ちゃんに使うことが多いんですけど、ただその副作用、その食欲増進作用以外のですね副作用としてその攻撃性が高まったり逃亡したりとかがあるもんですから、なかなかそんなに使えないとこもありますね。なのでまあ副作用を抑えるために薬の量を減らすとかねするんですけど、まあちょっとこう使い勝手がそんな良くないかなっていう印象ですね。それから結構レメロンっていうね、ミルタサピンっていうのがあって、ね、
これはですね、これノルアドレナリン作動性特異的セロトニン作動性抗うつ薬って言って、人間では抗うつ剤なんですけど、ですね、抗うつ剤としての量よりも少ない量を投与することで、まあ、ワンちゃん猫ちゃんの食欲を刺激するんですけど、これ特に猫ちゃんにね使う、慢性腎不全の猫ちゃんに使うことが多くって、食欲刺激されてね食べてくれる量が増えるぞっていうことですね。ただその副作用が猫ちゃんあって、まあ、興奮とか無駄泣きとかが稀にあるので、まあ、そこは注意が必要なんですけど、でレメロンっていうのはですね、飲み薬がまあ基本なんですけど、まあ、北米ではですね、その軟膏塗り薬が出てるんですね。耳に塗るだけで皮膚から吸収されて吐き気が嘔吐が収まったりとかね、食欲増進作用がある、しかも飲み薬と同じぐらいの効果があるぞと。なので結構やっぱ飲まないわけですから、食欲ないってことは飲まないんで、そんな猫ちゃんに対して塗り薬だったらね、飲まなくても体に勝手に入っていって食欲増してくれるんで、結構画期的な薬なんですね。ただそのレメロンって日本にないので、海外からね輸入しないと手に入らないんで、まあやっぱりその輸入費用がかかったりするんで高額になったりとかで、あとはやっぱ輸入しなきゃいけないこといろんな手続きもあったりもしますし、あと保険も効かなかったり、ペットの保険が効かなかったりすることも多いので、輸入物っていうのはだから、そのどこの動物病院でも置いてるわけじゃないんですね。だからまあ電話して聞いてもらった方がいいですし、まあフラワー動物病院ってうちの動物病院も置いてないですね。ただこういうのがありますよって、まあ情報提供のためにやってるんで、まあ、うちがやってることを全て言ってるわけじゃないんですけど、なのでまあいろいろ問い合わせてもらったらいいですね、心配な方はね。一応そのデータによると、レメロンね投与したところ8割以上のね猫ちゃんに食欲増進効果があったぞと。ただ薬切れたらね、効果が切れれば元の状態に戻るんで、まあ、定期的に使わなきゃいけないんで、副作用の兼ね合いもありますから、こうまあ、動物病院と相談の上で、ね、使ってくださいと。あとはステロイドのお薬ですね、プレドニゾロンなんかも結構食欲出ることもありますよってことですね。あとですね、これ延滞数っていうのがあって、これは結構猫ちゃんはレメロンでしたけど、延滞数っていうのはワンちゃんで使うんですけど、これ今までの解説したその食欲増進剤は基本的にですね、副作用を逆手に取ったものだったんですけど、要は主作用じゃなかったんですけど、さっきも言ったようにね、副作用で食欲増進作用を狙った、たまたま食欲増進作用が出てるだけなんで、主作用としてね、やっぱり製薬会社は作ってるんで、たまたま出るような副作用の方は狙ってないので、不安定なんですよね、効果も。で、やっぱりいろんな作用が、他に作用が出ますんで、当然主作用の効果も出ますから、使い勝手が悪いものが多かったんですけど、まあ、延滞数っていうそのグレリンっていうね、その食欲を刺激するホルモンと似た成分なんですけど、そのグレリンっていうのがそのお腹空いた時にね、胃から血液中に分泌されて脳の摂食調節部位に作用して、お腹が空いたぞっていうとこを指令するとこに働いて、お腹が空いたって感じになってお腹空くんですけど、これと似た成分なんですね、延滞数は。だからまあそれを狙ってるお薬なんで、主作用なんですね、延滞数は。だからそんで、しかもその米国食品医薬品局の承認を受けている世界初の薬だぞと。しかも甘い香りがするんで飲みやすいぞと。で、液体でまあ飲ませやすいぞと。だから薬嫌いのワンちゃんでもね、飲んでくれる可能性高いし、飲んでからだいたい30分ぐらいで食欲が出ますよと。これただこれもレメロンと一緒で日本で売ってなくて、海外から輸入しなきゃいけなくて、だからやっぱり高額になりやすかったり、どこでも置いてるわけじゃないし、まあ、当院でも置いてませんと。まあ、最後まとめますとですね、まあ、衰弱してるねワンちゃん猫ちゃんにとって食欲増進剤はね有益なんで、まあ、例えば腎不全とか食べない子にその食欲増進剤使って食べさせてね、体力つけさせたりとかね、そうやってこうすごくそういうことは大事なことなんで、なんでかっていうと、そのね、一回体力病気で体力落ちてしまって、ね、食べなくなった子に対してですね、その体重を元に戻すってのは難しいんですよね。弱ってるんで、弱ってる状態になるとさらに食べない子多いんで、そうなると結構大変なんですね。だからそういった意味でも、その初期の段階で食欲増進剤使って体重を安定させるってことはすごく大事なので、まあぜひね、その食べなくて心配な飼い主さんは一回考えてみては
いかがかなと、まあ、動物病院に相談してくださいってことですね。以上、この動画参考になったよって方はね、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。